グリーンリングは、アメリカ海軍の原子力潜水艦。パーミット級原子力潜水艦の12番艦。艦名は、カムチャツカから、カリフォルニア州の海域にかけて生息する、アイナメの総称英名グリーンリングに由来する。その名を持つ艦としては、ガトウ級潜水艦2番艦以来2隻目。グリーンリングの建造は1960年6月9日に、 コネチカット州グロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1961年8月15日に寄港した。1963年4月10日にスレッシャーが配管システムの事故により沈没した。建造の途中にあったグリーンリングは改良型スレッシャー級3隻のうちの1隻として選択された。 1964年4月4日に HC ブリュートン・プジンにより命名、浸水したグリーンリングはサブ政府改正のため4月29日にマサチューセッツ州クインシーに栄光された。修正では、船体長が13フィート9インチ延長され、浮力の増加、追加設備のための空間確保などが行われた。グリーンリングが完成する前に、本級は、 パーミット級と解消された。グリーンリングは1967年11月3日に、艦長外 HB シェーファー中佐の指揮下収益した。1968年5月27日、グリーンリングの艦隊訓練演習は遭難した、スコーピオンの捜索救助活動のため中断された。捜索部隊は3隻の原子力潜水艦と4隻の 通常動力潜水艦からなり、1968年6月12日まで、捜索は続けられた。グリーンリングは1994年4月18日に退役し、同日除籍された。その後ワシントン州ブレマートンで、原子力艦再利用プログラムの下に解体が始まり、1994年9月30日に、作業は完了した。 グリーンリングの発令書の装備品は、ワシントン州、キーポートにある、海軍海中博物館で、潜水艦の発令書シミュレーターとして展示されている。ありがとうございます。